ハッカーペルトはフィンランド人の騎兵で30年戦争の時代に活躍した。この名前はフィンランド人が戦場でしきりに叫んでいたハッカーパールに由来する。当時スウェーデンの一部だったフィンランドはイギリスにおけるアイルランドやスコットランドと同じく辺境の土地で困窮しており兵力を提供するという形で総主国に貢献したため人口における兵の比率は 創始国よりも多かった。フィンランド人は、隣国のロシアの影響を受け、品種改良の進んだ領場や、それを乗りこなす、優れた、騎乗技術を持ち、性格も、家畜泥棒と形容されるように気性が、荒く、すぐに残忍な作戦を決行することで知られていた。30年戦争の際、こうした、フィンランド人の騎兵部隊は、グスタフ2世やドルフに率いられ、三兵戦術と、 相まって、カトリック勢力に大変恐れられた。ただし、スウェーデン軍の中では、フィンランド人騎兵部隊は地方連隊として編成されてはおらず、もっぱらフィンランド人の中隊が各連隊に部分的に編成されている形で、スウェーデン軍の中に組み込まれていた。ありがとうございます。